everything I can to read. Let's do it. バシヒデ Music and Culture。 こんにちは、バシヒデです。久しぶりにこうやってこう画面にね出て喋ってます。ここのところねずっと音楽制作にね没頭していたので、こうやってね普通に出るっていうのはあんまなかったんですけど、今日はですね、なんと掃除機壊れちゃいましたね、これ。8年間使ってたこれパナソニックのね掃除機が壊れちゃいまして、掃除機って必要ですよね。なので早急にですね購入しまして、ビッグカメラの方でね。でせっかくだからね、ワイヤレスの、掃除機ずっと欲しいなと思ってたので、ワイヤレスのね掃除機を購入しましたってことで、今日ちょっと今届いたのでお見せしていこうかなと。じゃ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 、今日はですねこれね、この掃除機買いました。ダイソンの V8 スリムフルフィーっていうの、これ、はい、ダイソン、ね、ダイソン、この人がねダイソンさんらしいですよ。この人がダイソンさんね、はい、ダイソンの、掃除機買いました。なんでダイソンにしたのかっていうのはね、本当はねパナソニックが好きなので、僕はパナソニックがいいなと思ってたんですけど、ちょっとビッグカメラのね、ホームページ見てたら2万円引きのね、なんかキャンペーンやっていて、今日までかな、昨日今日の2万円引きっていうのをやってて、で掃除機といえばやっぱダイソンだろうっていうねのが僕の中であって、で他のね他メーカー、アイリスオーヤマとか、あと海外製のねやつとかは割とね安めのものもあったんですけど、掃除機長く使うもんだろうと思ってね、多少ね予算を引き上げてですね、購入しました。でこれがね2万円引きだったんですね、ビッグカメラで。5万7000円相当のものが3万7000円というね、まあ若干ね家計的にはね痛い出費となってしまったんですけども、はい、今回は3万7000円というね、大きな、まあね、僕んちのね家計でいうと3万7000円と結構でかいんですけどね、大きな買い物、大きくもないか、まあ、中くらいかな、はい、のね買い物をしたということで紹介していこうかなというふうに思います。気になってる方はねいっぱいいるんじゃないかなと思ってね、ダイソンの、掃除機どうやねんっていうねところで、で僕が重視したのはね、よく聞くのがそのバッテリーがねあんまり持たないっていうのをねよく聞いたんですね。でバッテリーがこれ40分持つのかな、他にも60分のやつとかもあったんですけど、まあ、今回はね40分持つってことで、まあ、40分だったらまあうちそんな広くもないので、まあ、十分じゃないかなっていうのでね、これにしました。はい、まあおいおいね、まあ、Twitter とかで、調子どうだったこうだったっていうのはねちょっとつぶやいてみようかなと思うんでね、はい、まあ買ったばっかりっていうのはねまあ調子いいんだと思うけど、3年5年で使うとねだんだんバッテリーもへたってくるのかなっていうのは予想してますけどね。はい、でね早速ちょっと開けてみたんだけどね、これこういう感じでこう入ってんだよ、こういう感じだよ ね、これ見てこれ、何これ、全然使い方わかんない、おっとと揺れちゃってる、全然使い方わかんない、このスターウォーズのさ兵隊が持ってる銃みたいな感じじゃん。初めてね、まあ家電量販店って売ってんのとか見たことあるんだけど、あと親戚のね、家にあったりもするんですけど、こうまじまじに持ったことはないの。これほら見て、これすごくない、何これ。まあみんなね、まあ俺より詳しいと思うんで、俺こういうの最新のものとかそんなね疎い方なのでよくわかんないけど、見てこれ、ちょっと接触してみますよ。おおすげえこれ、すごいのよ。ねえ、俺やばい、もうスターウォーズだよ、これほんと。っていう感じでね、これ約 20% 充電されております。満充電にしてからご使用くださいっていうことでね、今からちょっと組み立てたりして、ちょっとやっていこうかなというふうに思います。とりあえずね、箱の中いろいろ、入って、これ充電のやつだわね。充電のやつ。はい。で、これがね、何これ。これ壁にね、多分つけるやつなのかな。こうやってね。多分壁にこうつけるやつなんじゃないかなと思うんだけど、はい、こんなのが入っていて、まあ、あとは、棒。これ棒だよね。棒。ね、尿意棒だね、これね。伸びろ、伸びないか。伸びろ、尿意棒。でね、
これが入ってて、あとはちょっとねカメラをねしながらだとねやりづらいんだけどね、はい、これねこれとかこれとかやばいね。おお、基本的にねこういうのはね結構雑に開けちゃうんだよね。でもねうちの親父の教えはねこういうのねビリビリって破いたりすると怒るっていうね、うちの親父はそういう人でした。はい、そういう人なんです。まあ生きてるってことなんで、はい、まあ、だけど俺結構血液型も O 型だからさ、結構雑なんだよね、うん、雑なとこ雑、でも神経質なとこは神経質みたいな。ちょっと A 型も入ってるんですよ。まあまあいいか、こういうね、性格の話は置いといて。こういう毛もついてるね、毛というか、何これ、こういう、なんていうの、こういうやつ、こういうやつがついてる。あとこれね、これはまあよく見かけるやつね、細い細いってやるやつね、はい、こういうの。あ、これもね、あ、これよく見かけるね、これ掃除機もね、よくあるやつね。メインっぽいのが出てきた。メインのローラーね。おお、すげえすげえ。これ。うお、すごいカラフル。なんかスペインって感じだね。レアル・マドリード。これがなんかね、高性能なやつなんでしょ？なんか、毛とかも絡まないよみたいなね。やってましたけど、ここなんかフレキシブルなね、こう感じになってて。いいっすね。うん。はい、これがついてて。で終わりか。で終わりだね。はいはいはい。じゃあね、これ今からね、ちょっとこれ充電して、実際ね、掃除してみようと思います。はい。今ね、地面にベタ置きでね、やってます。ちょっと壁にね、穴開けるにはね、これビス入ってなかったな。ビスが入ってなかったんですけど、壁にね、穴開けるっていうのはちょっと大きな問題になってくるんでね。それは後でちょっとやりますんで、今普通にね、地面にこうやって置いて、今充電中。で、ここ充電メモリーだね、これがね。はい、これが満タンになると、ね、フル充電ってことですね。はい、もうちょい待ちたいと思います。おおなな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 、おいえおいえおいえ、君を連れて旅に出よう、行く先は南の方、東の街に寄り道しながらサラダプレートを頬張ろうっていうね、僕の新曲今出してますんで、もしよかったらチェックしてみてください。今日も素敵な、はい、はい、さっきのね、まあ、補足じゃないんですけどね、今ちょっと説明書を見てるんですけども、これがね、延長ホースですね。はい、説明によると届きにくい場所の、お掃除などに便利ですって書いてありますね。延長ホース。でね、さっきこれよくありますねなんて言ってましたけどね、これはですね、布団ツールだそうです。布団ツールね、繊細な生地の布団や、クッションからホコリやハウスダストを取り除きますってことでね、これ布団ツールですね。はい、布団ツールです。で、これがね、コンビネーションノズルって言って、コンビネーションノズル、これ、あ、取れるんだ、ね、これ多分ね、車の中とかにいいんじゃないかなと思うですけどね。はい、コンビネーションノズルっていうものですね。引っ込めたり出したり引っ込めたりして使うのかな、うん、そうですね、出したり引っ込めたりして使うコンビネーションノズル、これがコンビネーションノズルね。で、まあこれはね、隙間ノズルですね。はい、隙間ノズルっていうねものがついてました。はい、はい、というわけでね、今ね、ちょっと充電時間待ってる間にちょっといっぱいね、黒霧島やってしまったんですけども、もう掃除ね、する気なくなっちゃいましたね。はい、というわけでね、今充電なんとなく終わりました。これフル充電ね、するのにね、 3.5 時間ぐらいかかるんだって。からからね、うん、3.5 時間ぐらいかかるっていう、 3.5 時間ちょっと今待ってる時間ないので、ちょっとね、どんなもんかっていうのをやってみたいと思います。はい、よいしょ、ちょっとね、カメラを持ち替えて、よっ、こんな感じ。はい、じゃあ今ちょっとやってみましょう。おお、階段もね、
音もね、そんなうっさくないっすね。うん。で、ここね、ここにね、こう、ほこりが、こう、ごめんなさいね、ちょっと汚いかもしれないんだけど、ここにほこりが溜まっていきますね、取れたゴミがね、溜まっていきます。で、充電のね、方はと申しますと、今ね、ちょっと、まあ、撮影のためにね、3.5 時間、フル充電待ってるのがちょっと、時間なかったんで、ちょっと手っ取り早くね、やらせてもらってるんですけども、今2メモリぐらい行ったところでね、やったんですよ。で、今下の部屋をバーッと掃除してみました。で、下の部屋大体ね、面積っていうか、全部合わせると、まあ20畳くらいあんのかなっていうところで、まあ20畳くらいキッチンも入れてね、ぐらいを今、キッチン、リビング、洗面所っていうのをやって、まあ大体20畳くらい、ね、約なんですけど、で、今一メモリ減ったぐらいですね。なので、まああと僕ん家ですと、あと2階の部屋があるので、6畳ぐらいの部屋がね、3つあるんですけど、まあフル充電すれば、多分全然余裕で充電は持つと思います。はい。どうやらね、このホームページの公式のね、サイトとか読むと、フル充電で家を掃除した後に車とかもね、全然余裕でできちゃいますよぐらいのね、バッテリーの持ちなので、うん。普通のね、通常の大きさの一軒家とかね、マンションタイプの家でしたら、もう本当充電持つと思います。はい。やはりね、性能も進化してるんで、バッテリーもね、だんだん昔のものよりは良くなってってるんでしょうね。はい。というわけでね、こんな感じでレビューしてます。やっ。めっちゃ楽。前まで使ってたパナソニックのコード付きのね、掃除機よりも若干静かかなっていうね感じです。はい。そんな耳障りじゃない。あの、ワーンっていうの、いかにも掃除機みたいな感じではなくて、ほんと現代っぽいね。なんか、こうクリアな音がするというかね。そういう感じもするし、やっぱね、こう、楽。すごい楽。階段とかね、やるときすごい大変だったんですよ、今まで。うん。僕掃除機かけること結構あるんですけど、ほんと大変だったの、今までは。線がね。うん。でも楽だわ。これほんと楽。買ってよかったかなって思います。はい。これダイソンのね。V8、今日ダイソンなんで V8 スリム、ね、フルフィーっていうのかな、 FLUFFY フルフィーっていうね、これね、気になってる方いっぱいいたんじゃないかなと思いますけども、はい、すごいね、やっぱコンパクトで、軽くてでね、線がね、ないんでね、余計な心配をね、することがないということでね、はい、今日はレビューさせてもらいました。これは、おお、よいしょ、これね、なかなかおすすめじゃないかなというふうに思います。はい。僕はね、ワイヤレスこれしか使ったことないので、これよりもね、違った製品がどうかっていうのはちょっとわかんないですけど、はい、ダイソンのこの製品は非常にいいんじゃないかなというふうに思いました。ということで、今日はね、この後ね、また夕方ちょっと、焼酎飲もうかなと思ってますんで、はい、僕ね、そんな酒強くないんだけどね、まあ、ちょびちょび飲むのは好きでね。はい。焼酎、ウイスキー。あと、ワインはもうダメね。ワインはすぐ酔っ払っちゃう。うん。もう寝ちゃう、ワイン飲むと。まあ、焼酎とかをちびちびとゆっくり飲むのが好きです。あんま一杯は飲めないんでね。まあ、僕のね、そんな情報はいいとして、まあ、気楽にやっていきましょう。それではまたお会いしましょう。バシヒデでした。バイバイ。